にちは、早見ひろです。本日のストーリーテラーはクリエイターの山口浩樹さんをゲストに迎えしてお話をお伺いしたいと思っております。山口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。To Hibiya, the next spot. Yeah. Yeah, we're gonna shoot around this area. Put you guys on POV. We're gonna shoot some streets along Yurakucho and Hibiya. はい、山口さんはちょっと今日は写真と映像両方やられてらっしゃるということで、はい、ぜひそちらの両方についてお話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、実は山口さん見た目も名前も日本人ですけど、バイリンガルで、はい、しかも生まれはアメリカなんですか？そうなんですよ。アメリカのオハイオ州で、まあ、田舎で何もないところなんですけど、そうですね、名前、見た目も名前も、結構日本人って感じなんですけど、インスタとかソーシャルでは英語なんで、結構周りからは、最近知ったことなんですけど、周りからはなんか結構英語しか喋れない人だなと思われてて、いやでも名前見たら分かるでしょみたいなまあそんな感じなんで、うん、アメリカで生まれて、しかも、大学はシドニーでしたっけ？はい、シドニー大学ですね、うん、なのでもう完全にそういう意味で言うと、まあ、バイリンガルで、でしかも、まあ、今お話ありましたけど、YouTube も Instagram も英語で発信されてるっていうことですよね。そうですね、まあ、なんか海外のオーディエンスが多くて、まあ、フォローされてる方も今最近やっと日本人が結構多くなってきて、まあ、嬉しいんですけど、うん、アメリカが一番1位で、アメリカのフォローが一番多いので、まあ、英語で発信した方がより幅広く広がるかな、いろんな人に見てもらっていい、うんうん、いいと思って、まあ、日本語で喋るのが難しいっていう面もあって日本語では喋ってないんですけど、うん、はい、まあ、動画でも最近は少しずつ日本語の、キャプションじゃないですけど、うんうん、サブタイトル字幕ですね、うん、字幕をつけたりしてますね。あ、いいですね。なんかこう新世代のクリエイターというか、ついにこう日本から英語で発信をしていくクリエイターが出てきたなっていう感じがして、すごい嬉しいなと思うんですけれども写真だったり映像を仕事にしようとする最初のターニングポイントって何だったんですか？なんか結構自然と、うん、なんか起こったっていうか大学の時本当卒業したら何したいかなって全然分かんなくて、まあとりあえずは普通に仕事をどっかで手に入れればいいなっていう感じで、写真をその間、まあ大学の最後の年から2016ですねから始めて、で一つなんかアメリカの友達と渋谷の交差点の写真なんですけど、まあ、結構上から撮って、その写真がまあインスタグラムで結構なんかバズって、うん、それを自分で見てから、そのなんか周りからのなんかそのいろんなこんなアングルで撮った人初めてだみたいな、うん、でそれがすごい嬉しくて、モチベーションになって、そこから少しずつすごい撮るようになったんですよね、写真、うんうん、最初はそのインスタグラムに投稿した1枚 その渋谷を俯瞰で撮った写真がきっかけで、はい、何かこうウェイクアップコールじゃないんだけど、これが自分のやるべきことなんだみたいなことになってやり始めると でもなんかそのたった1枚からスタートしてるわけですけど、そこからの道のりってそんなに簡単だったわけじゃないじゃないですか。どうだったんですか？多分そうですね、うん、好きだったから、うんうん、自分の中ではまあコンスタントに、まあソーシャルに、アップロードし更新して写真をシェアしてったんですけど、うん、やっぱり好きじゃないとそんなのできないじゃないですか、うんうん、もう毎日8時に2年間一度もポストミスんないで投稿してたんですよね、うん、なんでそれはでも自分ですごい好きだったことなんで、うん、多分できたことなんですけど、やっぱりそれが好きじゃないと多分すごい難しいしストレスだし、うんうん、できないことなのかなと思います。何かそのやっていったことによって
変わっていったこととか、まあ、こういうような世界広がっていったみたいなって、どんな話があったりするんですか。僕が始めた2016年とかは、まあ、インスタ、まあ、新しくはないですけど、やっとなんかそのピークみたいな、そのトラベラーとか、インスタグラムのフォトグラファーとか動画クリエイターとかが結構、世界中なんかちょいちょいこう出てきた時代なんですけど、うん、その時にやっぱ僕もソーシャルで投稿しててフォロワーも増えつつ、そのノリでも、自分が貯めてたお金で香港とかに、香港、シンガポールですね、友達と行って、うん、でその辺で、活躍してるフォトグラファーさんとかとコラボして、うん、まあ、会っていろいろ写真撮りに行ったりして話とかも聞いて、で少しずつそういうのをやりつつ、結構コネクションとか、増えるじゃないですか、やっぱいろんな人が知ってて、うん、でその香港の友達から最初のノースフェイスのアーバンエクスプロレーションっていうラインの撮影の仕事を、なんかその向こうのクライアントさんに僕の名前を、オファーしてくれて、それがきっかけですね。それが最初のお仕事で、日本での撮影なんですけど、はい、それがきっかけで、これを仕事にしていきたいなっていう。あ、そういうことなんですね、はい、それちなみにどれくらい前の話ですか。4年前です。2017年なんで、初めて1年、1年半とか。あ、そうなんだ。でもやっぱ初めて1年、そのまさに毎日8時投稿してたのの結果が、はい、そういう形で結実していくわけなんですね。そうですね。でもなんかその、コウキさんの写真を見ててすごく面白いなと思うのは、なんていうのかな、もちろん、日本語も喋るし日本人の見た目なんだけど、でもやっぱりその感覚が多分すごくアメリカだったりとか、まあ、ご自分の生まれのルーツでもあるところに根ざしてるから、視点がちょっといわゆる日本人の見てる写真とちょっと違いますよね。そうよく言われるんですけど、うん、自分ではそういう、そうはなんかそんなに意識はしてないです、うん、あ、そうなんですね。なんか僕はもうてっきりすごい意識をその辺やっぱりしてて、ちゃんとこう分かってこうやってやってるのかなと思ったんですけど、もちろん分かってやってますけど、そのなんだろう、このスタイルっていうか、うん、自然になんか、まあ、ある日突然このスタイルでこういう感じ のビジュアルでいきたいなって言って次の日からできることじゃないじゃないですか、うんうん、やっぱ何年も重ねて、少しずついろんな人からな学んだり、うん、YouTube とかで動画見て学んだりして、うん、やっと、まあ、自分のスタイルだなっていうのが、うん、まあ、気づける段階まで時間かかるじゃないですか、うんうん、なんで、うん、なりますね、うんうん、そうですね。なんでそんな感じで今のこのスタイルがあるのかなっていう。なるほどね。面白い。いや、なんかそこすごい興味ありますね。なんかあの写真を見てた時に、特にその香港とかあるいは東京の写真なんか、まあ、日本の写真とかは、まあ、夜の割とネオンを生かしたようなこうブレードランナーチックな風景が多かったり、はい、してるじゃないですか。でもなんか一方でその今やられてる YouTube の動画なんかを見てると、すごく、あ、ここでモデルさんを撮ろうと思うんだみたいな視点がすごい面白くて、ありがとうございます、うん、例えば居酒屋の前で撮ったりとかするんだけど、はい、それってなんかあんまり撮れないだろうなみたいなところがあと文字とかもそのなんだろうな、日本人だからやっぱ読んじゃって、そこがなんか、なんか焼肉とか焼き鳥とかって書いてあると意外とえっとかって思うんだけど、でもそれを一旦こうなんだろうな、真っ白な目で多分自分が外国人になって目で見てみると、いわゆるあれが一つのこうアクセントとなって、そうですね、なってたりとか、すっごい面白いなと思ったんですよね。その辺ちょっとなんかどうやって場所を見つけたりするのかとか、ロケーションとかちょっとお聞きしてもいいですか。結構場所はまあ、うん、なんか慣れるっていうことがすごい自分では嫌で、うんうん、例えば日本に住んでるから日本に慣れちゃうと、やっぱすごい日本って特殊で、日本しかなくてすごい美しいものとか全然普通で何も思わなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、まあ、海外行ったことって結構あります。あります。で海外結構長く行って、はい、何週間でもで帰ってきたらちょっと思うじゃないですか、うん、あ、日本みたいな、うんうんうん、そのなんだろう、感覚感じを忘れたくない、うん、なんでそれを生かしつつ、やっぱ他の海外の方からいろいろ話を聞くんで、友達とかでも、うん、なんかこういうところがすごいねみたいな、なんでそれで自分はなんか日本に慣れなるべく慣れないようにして、うん、日本の美しさとか、うん、まあ、ローケーションもそうですよね、うん、でいろんなローケーションが ここだったら、海外の方にすごい魅力的なんだな、
じゃあこれをどう使おうかみたいな感じでやっていけるんで、うんうんうん、あでもなんかすごく面白いなと思ったのはその日本に慣れないっていうところを意識してるっていうのがすごい面白い、はい、まあ、僕らはねもうその日常の中で当たり前すぎててそれができなくなってきてるんだけど、山口さんの写真はなんかすごくそこがねなんかフレッシュというか あんまり僕らが見ないタイプの写真だあの写真というか映像だったりしてるなと思ってたんですね、はい、今山口さんやられてる、Day of Portrait Photography っていうエピソードのシリーズがあってそのまさに東京の、まあ、あるいは別の場所もあるのかもしれませんけど東京のロケーションを使って、まあ、モデルさんここで撮ってみるみたいなシリーズがあって、はい、まあ、それが非常に人気だっていうふうに聞いてるんですけど、そうですね英語で配信してて、まあ、日本語も字幕があるのでね、YouTube でぜひ見てもらえたらと思うんですけど、そのところでねこう実際選ばれる場所とかがあなんかそのあここで撮るんだみたいな僕はそう、なんかそう、まあ、そう思ってもらえて嬉しいですけど、うん、僕ではなんかあかっこいいなみたいな感じで普通に選んじゃうんで、うんうんうん、あんまり意識はしてないかもしれない。あそうなんですね、いやでもなんかこれはでも僕はなんかねすごく山口さんでやられてることがやっぱり面白いなと思ったのはあこれを見たら確かに日本にいない外国人の人たちが見た時につまりオーディエンスが海外の人たちはうわここで写真撮りたいなとか映像撮りたいなって絶対思うだろうなって思ってそこをすごいついてるなと思ったんですよね。多分それがあるからこそなんか多分評判いいかもいいんだと思います。日本の方だとまあこんなところ普通じゃないみたいな感じで見られちゃうんで、うんうん、海外の方に結構影響あるのは多分その点かもしれない。なるほどね。いや面白いです。まあ、先ほど写真と映像の話があったんですけれどもその写真を撮るときは、まあ、今日もカメラ持ってきてもらってますけれども、これはソニーの A7R3 と、はい、まあ、ソニーさんのシネマラインの FX3 で、ね、FX3 で映像を撮ってるっていうことですよね、はい、普段よく使われてるレンズっていうのはどんなレンズですか？写真ですと結構16、35で結構撮れちゃったりするんですけど星とかやっぱ、うん、暗いところシティスケープでも暗いところは 1.4 単焦点とかで撮りたいんで、うん、まあソニー、まあ、こちらが 14mm の 1.8 なんでこういうのとか、うん、まあでもポートレートだと結構、ディストーション起こっちゃうんで、35とかワイドだと35、うん、24も結構最近購入して結構すごいハマってるレンズなんですけど、うん、24でもポートレート撮れますし、で、まあ、50、85っていう形で全部 1.4 で、はい、そうなんですね。揃えてらっしゃる。で、映像 YouTube を作るときは今もう FX3 を使っていて、レンズは一番使ってるのは16-35mm の F2.8 です。なんかこれだと結構、うん、まあ、結構すごいじゃないですか。FX3 ってこうやっても、うん、シネマ機でブログ、はい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 、で16ですと結構こうやって全部全身映って、うんうんうん、スタビライゼーションもボディとかレンズで入ってるんですごい安定してて、うんうん、でブログしないけど動画撮りたいってなったらもう35、24もカバーできて、うんうんうん、いい感じです。これで全部これで自撮りでやってるんですね、はい、すごい。今まで何で撮ってるんだろうなと思ってずっと気になってたんですけどこれでやってたんですね、はい、ああそうなんだ。いや今の YouTube ってこうやってるんだなっていう現実を今まじまじと教えてもらってるんですけど、まあ、このレンズのこだわりとかなんかそのセレクトするときのこだわりみたいなものっていうのはどういうのがあるんですか？まあ、動画です と、ブログだったらまあそのどれぐらいカバーできるのかなみたいな、そのまあ1日 YouTube 動画撮って全部自分一人で撮らなくちゃいけないじゃないですか。なんで毎回レンズ動画の方を回すときに16で撮れて35で撮れてってバリエーションあるといいんでこれを使ってこれを選んでますね。16、35で、で、まあ、特にフィルター結構使う人なんですよね。なんでそれもあって、写真やってる時に動画機と写真機プラスレンズとフィルター 全部交換しながら撮んなくちゃいけないじゃん。それでもう頭いっぱいになってごちゃごちゃになるんで、それを最大限にするためにやっぱレンズを選ぶ時にどれぐらい一つでカバーできるかとかをまあ、判断して選んでます。そっか、今ねこの映像を見てるとあれですけど確かにご自分で映像も撮ってでしかもその場で撮影もしてみたいなかなりワンマン
ショーじゃないけどそうなんです、結構頭の中でごちゃごちゃで、うん、やられてますもんね、はい、だからその時の最適解っていうのがやっぱりあるわけですよね。レンズの写真の時はまあポートレートも撮るから、それこそ 50mm だったりとか、あるいは 85mm だったりとか、しかも明るめのレンズの単焦点のものを使ってやられてて、はい、でも映像に関しては 16-35mm である程度バリエーションちゃんと撮れるようにしておいてっていう、そうですね、ということですよね。すごい面白い。両方とも今お持ちいただいているのが G マスターのレンズなんですけど、はい、その純正のレンズを使われているこだわりみたいなところっていうのはどんなところがあるんですか？やっぱり結構なんか結構皆さんよく言うのは、もう純正が一番信頼できる、うん、やっぱソニーさんが作ってるんで、うん、まあ、相性がいいっていうので、まあ、動画だと特にそうなんですけど、うん、オートフォーカスとか、うん、純正のものを使ってるとすごいスムーズで、まあ、信用性がある、フォーカスハントとかしないとかいろいろあるんで、うんうん、それがすごい、まあ、特に人フォーカスプラーとかいないじゃないですか、フォーカスする、はい、専門の人とか、はいはいはい、自分で全部確認しなくちゃいけないんで、うんうん、それが、まあ、なくて済むみたいな、うんうんうん、結構他のなんかバリ合わないレンズ、他の、まあ、会社の、うんうん、ブランドのものを出すと、うん、まあ、そういう半年しちゃったりするんで相性が悪いんで、うん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 、なるべく全部 G マスター。なるほどね。だからそのオート AF の精度みたいなところを最大限生かすみたいなところはやっぱり G マスターだし、まあ、純正のレンズだってことですよね。はい、うん、まさにそこは純正の魅力だと思うんですけど、その G マスターでの魅力っていうところでいうとどんなところがあるんですか？レンズ自体結構作りがすごい良くて、うん、まあ、かっこいいっていうのはもちろんなんですけど見た目が全てじゃないですけど、まあ、かっこいいのと、まあ、そうですね、結構軽いレンズが今増えてて、あとすっごいシャープなんですよね。まあ、ソニーさんって結構ソニーザイスとかも作ってるじゃないですか。ザイスレンズ、まあ、世界でもすごい写真とか動画以外のところでも使われてて、やっぱシャープさがすごいっていうのが好きですね。まあ、うんうん、シャープだったら少しソフトにできたり、ブラックミストとかで結構、ハイライトとかブルームさせてソフトにできるんですけど、うんうん、最初からソフトでだと後からは綺麗にシャープつけられないじゃないですか、うん、なんで絶対そうか、だからそこは譲れないポイントなわけですね。そうですね。あ、なるほどな。 ありがとうございます。山内さんの中でその写真と映像両方やられてるわけですけど、なんか自分の中で割合をつけるとしたらどっちがどっちってありますか？最近はでも 70% ぐらい動画になってます、ね、うんうんうん、で前は逆とか 100% 写真とかだったんですけど、はい、やっぱ YouTube もあってですね、うん、YouTube もあって本当動画、その写真のコンセプション、なんか写真見方、うん、ソーシャルで変わってきてるじゃないですか、はい、昔はインスタグラムとかでまあ写真だけ、うんうん、まあ、で動画が出てきて、うん、まあ、遡って今リールとかになってるじゃないですか、はいはいはい、なんで写真も本当動画にぶち込んで紹介するっていうのが今のトレンドなんですよね、はい、うん、なんでリールとかでも写真の紹介バン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 早いペースの曲で見せるみたいな、うんうん、ミックステープみたいな、うんうん、でじっくりは見れないんですけど、うん、まあ、10秒15秒で見れるから、うん、皆さんからおーってすぐ見れるんで、うんうん、いいなみたいな感じで見てもらったり、うん、でもうじっくり動画とドキュメンタリースタイルで見たいって方はやっぱり YouTube、うんうんうん、エピソード化したもので写真もじっくり見てっていう、うんうん、スタイルになってるんで、まあ、70% ぐらい動画ですね。あ、やっぱりそういう風に今変わってきてるんですね。すごい。だからもうほとんどそのご自分で撮ってさ、まあ、編集して、そしてそれを今お話しあったみたいに用途に合わせてこれはリールに落としていこうとか、これはその YouTube でエピソードにしていこうみたいな風に分けられていて、話を聞いてるとある意味そのアントレプレニュアなところがすごいあるというか、その映像を使ってやっぱ起業してるっていう感じがすごいあるんですよ、はい、で嫌な意味で言ってるわけじゃなくて、すごくそれがなんかこう新しい時代 のクリエイターに求められてるしとしてあるんだろうなと思って。どうですか、その辺ってやっぱ感じられます？それがないと。そうです、すごい感じますね、うん、やっぱり、まあ、その昔のままやっぱまあ、テクノロジーも変わってくるんで、うん、で新しいジェネレーションの方々って結構早くなんか見たい、なんか
見たいじゃないですか、いろいろなんかじっくり見るって方が少なくなってきてるかなというのはあるんですよね、まあ、なんでそれもあって、まあ、インスタと YouTube があっていい感じにできるんでいいんですけど、そうですね、最近若い方ですと、僕より若い方とか18歳とかまだ20歳になってない方とか、特に TikTok 使ってる方とか多いんで、やっぱパンパンカットが早い、ペースが早いコンテンツを求めてますね。なるほどね。だからまあそういうようなコンテンツ、まあ、いわゆるどういうものが求められてるかに合わせて、もちろん自分のやりたいことがあるからそれがもちろんファーストに来るんだけれども、でもどういう機材でどういうふうに撮って、そしてそれをどう適切にこうソーシャルメディアのプラットフォームで出していくかみたいなことを、まあ、常日頃に考えられてらっしゃるっていうところですね。そうですね、まあ、ソーシャルメディアから始まったんで、それがもう仕事みたいになってきてるで、まあ、結構コンスタント毎日考えてます、いやありがとうございます。今ね、YouTube の方でコミュニティとかを見てると、まあ、さっきご紹介あったような、動画のロケーションを今度まとめた、本みたいなもの、いわゆる東京のフォトグラフィックガイドブックみたいなものが出るみたいなことも聞いてるんですけど。はい、まあそうですね、結構僕やっぱりいろいろ本とかブログとか見てきてるって、もうやっぱりその東京のメインのスポットとかは紹介すごいしてるんですけど、まあ、写真がすごい好きでいい写真が撮りたいって方はに一番理想的な、ガイドブックを作りたいなと思って、まあ、自分が写真やってるんで結構、まあ、他の普通の方からしてはいろんなスポットとか分かってるんで、それを紹介できればっていう、まあ、目的で、最初 ebook からリリースして、ハードコピーを作れたなと思ってますね。面白い。だからそのまさにソーシャルメディアでやってきたものが、でもやっぱり何か最終的なフォーマットとして書籍っていうところに落ちてきてっていうふうに、そうです、こうなんかいろんなメディアをこう渡り歩いてるわけですけれど、今後のその山口さんのなんか目指してるところとか、こういうことをやってみたいっていうことがあれば最後お伺いしてもよろしいですか。結構やりたいこと多すぎてやらなくちゃいけないことってやりたいことがすごい多いんですよ。まあ、やらなくちゃいけないのは仕事の方面なんですけど、やりたいことで目標に今、東京で特にしているのが、僕ディスカバー東京っていう東京で一番大きいソーシャルメディアの、コミュニティアカウントをやってるんですね。そちらでもカメラの北村さんとか、まあ、JNTO さんとか結構コラボしたりして、いろいろイベントとかやってるんですけど、それをやりつつやっぱり東京で気軽にこうなんか写真家動画クリエイターが集まれるコミュニティをもっと深めていきたいなっていうのもあるんですけど、それを使ってやっぱ海外の方にいろいろ、まあこれプランに入ってるんですけど、あまりまだ外には言ってないことなんですけど、言っちゃって大丈夫？大丈夫です、他にやる人いないんで。海外の方がやっぱり東京に行きたい、まあ、日本の方も海外に行きたいっていう方多いじゃないですか、その時にスポット、レストラン、カフェ、イベント、まあ、シーズンで何が起こってるかで、まあ、もちろん写真スポット全部いろんなとこごちゃごちゃしていろんなところでセーブしてるんですよ。ピントレストでセーブしてて、ブログこのページでリンクセーブしてたり、まあ、インスタグラムのポストセーブしてるって結構ごちゃごちゃになってるじゃないですか、それをなくしたいんですよ、なんでディスカバー東京行けば全てが分かる、でしかも全ジャンルにトップクリエイターが作ってるブログ、ページがあるっていう計画です。ああ面白いですね、はい、だから今話を聞いてると、まあ、ソーシャルメディアのインスタグラムから始まって、そして今 YouTube やりながら本を出していくわけだけれども、その先には自らがメディアを作っていきたいっていうところも含めてやってるってことですよね、はい、いやすごい。なんかだからやっぱりまさに最初僕が言ったように、本当に写真というか映像の起業家というか、なんか山口さんが新しい世代のそういう筆頭となって切り開いていくんだろうなっていうのをすごく感じました。今日はいろいろお話を伺いできて本当に嬉しく思ってます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。